魔女の福音病死、アラディア、あるいは魔女の福音は、チャールズ・ゴッドフリー・リーランドの著書、1889年間、新異教主義の発展に大きな役割を果たした。同書に登場する女神・アラディアは、ウィッカの信仰に取り込まれ、崇拝大象の一柱となっている。リーランドによれば、1886年に、イタリアのトスカーナで、 マッタレーナという魔女から古代魔術の秘伝を記した写本があると教えられた。民族学者であるリーランドは彼女に民族学研究に役立つ素材を探すよう頼んでいるがこれに答えてマッタレーナが示したのが魔女の福音であった。しかしながら本書が実際に古来からの伝承を収めたものかどうかは疑わしいとされる。リーランドは実際に写本を見たわけではなく マッタ・レーナが述べる内容を記録しただけであり、見てはいてもそれは彼女が書いた原稿である。また、彼女がリーランドに話して聞かせたという事実は記録に残されておらず、魔女の福音そのものが偽作である可能性すらある。リーランドはジュール・ミシュレの魔女が政治的に抑圧され、封建主義に反乱した人々であるという説に強く影響されており、そうした考えは、 魔女の福音にも現れている。例えば、アラディアは、母ンディアナにより、圧政に置かれた魔女たちを救うために使わされる。ジェフリー・バートン・ラッセルは、辞書、魔術の歴史の中で、リーランドが、マッタレーナの話からミシュレ的要素を読み取ろうとしていたことを指摘している。問題は、マッタレーナ側にもあった可能性がある。人類学において、地元の人が研究者に喜ばれようとして、 研究者が求めている内容のものを提供する例はよく知られている。ありがとうございます。